どうも皆さん、おはようございます。人を巻き込む天才知能沢翔です。よろしくお願いします。今日はですね、企業財務の基礎の続きなんですけれども、企業経営の原理原則についてのお話っていうのをしていきたいと思います。このね、同業者向けシリーズを最後まで見ていただき、理解していただければ、ガチで財務コンサルタントとして実際にね、企業のコンサルタントとして活動することが可能になるぐらいの実力をつけていただける内容にしていきます。俺自身もね、この企業財務について深く勉強するまでは、月次の資産表や決算書についてね、簡単な概要を社長に説明したり、どうやって売上利益増やしましょうとかみたいなざっくりした話しかできていなかったと思います。それすらしないで紙切れ渡すだけの事務所がほとんどっていうのがこの業界の現状ではあるんですけれども、なんですが、企業財務についてね、深く勉強するとどうすれば会社が良くなるのか、社長が資金繰りの心配ばっかりすることなく安心してね、本業に集中できる状態にできるのかとか、業績アップのポイントやね、財務基盤の強化方法、銀行の評価の上げ方なんかが分かったんですね。社長とお話しするレベルがめちゃくちゃ上がります。社長もね、知識がもともとあるわけじゃないですから、なんで税金を払わないと貧乏になるのかとかね、会社が生き残るためには税金払わないとやばいよねっていうことが本当の意味で分かってもらえるように説明することができるようになるんですね。そうすると社長も節税節税言わなくなりますから、より前向きな話や仕事ができるようになります。うちの事務所は元々のコンセプトとして、同業他社みたいにただのね、事務屋さんのやる気っていうのは一切なかったんですけれども、財務を抑えてないとどうしてもね、結果的にそれに近い仕事になっちゃう部分っていうのが少なからずあったのかなと思います。でも企業財務を強化することを念頭において社長と話をすると、社長のね、懐刀として一目置かれる存在になります。仕事に対するやりがいもね、ただの事務屋さんと社長の懐刀では全く違いますから、顧客満足度だけでなく自己満足度も格段に上がると思います。今後もね、このシリーズ続けていきたいというふうに思ってますので、本物のプロフェッショナルになるために自由な情報を逃さないよう、ぜひチャンネル登録をお願いします。で、今日は直接的な財務の話ではないんですが、もっと基礎的な話、そして最も重要な企業経営の根幹、企業経営の原理原則についてのお話をしていきたいと思います。皆さん、お客さんである社長に何のために会社の経営を行っているかって聞いたことありますかね？地域貢献だと良くて、お金儲けだとダメとか、そういうことではないんですけれども、会社を起こしてね、何か事業をやっているってことは、自分のね、意思でやってるはずなんで、何か必ず目的があると思います。企業経営を行うからには、利益を出さないとダメなんですよ。これはね、絶対的なルールで、利益を出さないと関係者みんなが不幸になります。そもそも株式会社っていうのは、営利目的以外の目的では設立できないんで、利益を出さなきゃいけないっていうのが大前提としてあります。ただ、お金儲けが目的で人を雇ってね、何かしら事業を行うっていうのは正直違うかなというふうには思ってます。お客さんにね、商品サービスを提供するのも金儲けのため、従業員を雇うのも金儲けのため、ではみんなが不幸ですよね。何が悪いのって思う人も多いかもしれないんですけれども、だったら人なんか雇わないで一人でやればいいじゃんっていうのが本音です。やっぱりね、人を雇って事業をやるからには経営責任のところに書いてありますが、社長にはね、企業を存続継続させること、そして雇用責任を果たすことっていう責任があるんですよ。そして事業を通じてね、お客さんや従業員を幸せにすることが必要だと思ってます。その結果として企業が儲かるように設計していかないと、本質的な成功っていうのは得られないのかなというふうに思います。自分がね、お金だけしか考えてないと、周りの人も自分のことをお金としか思ってくれないですからね。お金だけが目的だと、取り扱う商品サービスもお客さんのためではなくて、お金のため、儲かるために選ぶんですよね。儲からなければニーズがあってもどんどん切っていくんですよね。綺麗事とかじゃなくて、そんな会社必要ないですよねっていう気がしてます。特にこれからの時代はお金自体の価値が下がっていくのかなと思ってるんで、儲かったとしてもお金のことばっかり考えていかなきゃいけない人生って楽しいんですかねっていうふうに思います。とちょっと話がそれましたけれども、社長の経営責任のまず第一は、企業を存続継続させることです。これが2番目の雇用責任を果たすことにもつながってます。企業を存続させるためには、利益を出して財務基盤を盤石にしてっていうことが必要になってきます。仮にね、そんなに儲けなくても現状維持で構わないみたいなことを言う社長がいるんですけれども、それはね、ちょっと無責任ですよねってはっきり言ってあげてください。人雇ってないならいいですけれども、社員にもそれ言えるんですかね。現状維持に目的にしてますって、現状維持って衰退とイコールですからね。そこで働いていても、もう全体の給与ベースが上がる可能性がないってことですよ。そんな会社にいる会社員って不幸じゃないですか。そんな会社で幸せに生き生きと仕事ってできるんですかね。お客さんに価値を提供できるんですかねって甚だ疑問です。
そして次に企業経営とは何かっていうと、調達と運用を最適化して利益を最大化する行為です。これはどういうことかというと、利益を最大化するっていうのは分かりやすいと思うんですけれども、そのためにね、調達と運用を最適化する、調達っていうのは資金調達のことです。前回の動画でね、適正資金調達についてお話ししましたが、事業内容に合っている方法でお金を調達して、運用、つまりお金の使い方を最適化していく、ここら辺のね、詳しい話っていうのは今後決算書の読み方について解説する際にお話ししようと思ってるんですけれども、決算書を見ると社長がね、調達したお金をどんな形で運用しているかっていうのが手に取るように分かっちゃうんですよ。言うなれば社長の人格が分かっちゃうっていうことです。調達したね、資金を利益を生まないようなもので運用している場合、社長は会社を私物化しちゃう人なんだなとか、従業員も見てますからね、そういうところ、俺らは月15万しかもらってないのに社長は何千万円もする高級会社に会社の金で乗ってるとかね、社員のモチベーション下がりますよ、間違いなく。社長の実力だけで稼いでて、社員はね、誰でもできるようなことしかしてないっていうんであれば、それでもいいかもしれないですけども、そんなことないですよね。利益を生まない高級会社や高級時計は会社のお金じゃなくて個人資産で買ってくださいって社長に言わなきゃダメですよ。気づいてないですから。もうそういう無駄遣いがね、会社の財務を痛めて内部留保が全くないペラペラの会社になっちゃう原因なんですよ。これね、税理士が高級会社を買って節税しましょうとか勧めている場合があるんで、皆さんそういうことしないように注意してください。つまりね、まあ社長の仕事っていうのは毎月毎年お金を残す経営を行うっていうことなんですよ。金だけを目的にすべきではないと思っていますが、お客さんに価値を提供して必ず自分も勝つようにビジネスモデルを設計しないといけないということです。そしてね、自分も勝ちながら従業員やお客さん、そして世の中に価値を提供する、みんなを勝たせる、オールインになるようなビジネスモデルを設計していく必要があるのかなというふうに思っています。そして経営責任を果たすため、企業を存続させるための阻害要因についてもちょっと考えていただきたいんですけれども、まず外的要因、災害であったり、今回のね、コロナみたいな自分の力ではどうにもできないような要因ってありますよね。これはもうね、適切な保険などに入っておいてリスクマネジメントするしかないと思います。これ以外にもね、社長が病気になったり不慮の事故にあったりする可能性っていうのもありますよね。弊社も当然やってるんですけれども、そういうリスクっていうのは必ずあるので、適切な保険に入るように社長に勧めてあげてください。毎月会社の数字を見ている皆さん方であれば、会社にね、どんな保証、いくらの補助が必要かっていうのは当然わかりますから、それを教えてあげて定期的に見直してあげてください。保険に関してもね、また別の動画で解説しようと思ってますけれども、間違っても手数料の高いものとか、保険会社のね、キャンペーンなんかで売りたい保険を売るようなことはしないでくださいね。バレンタインショックで節税保険が売れなくなりましたけれども、まさか税理士の皆さん、あれで保険売れなくなったって国税庁恨んだりしてないですよね。もしそんな税理士がいたら申し訳ないんですけれども、今すぐ廃業してください。あんなもんね、1円たりとも節税になりませんから。分かってますよね、それ分かって売ってますよね。お客さんにとって1円の得もないですよね。自分が手数料で儲かるだけですよね。もしやっちゃってたっていう人がいたら、保険屋もそうですけど、本気で商売のやり方見直してください。お客さんを騙すようなことをやってたら、絶対将来自分に降りかかってきますからね。そして企業存続の阻害要因の2つ目、内的要因、これはもうね、お金がないということです。これに関しては完全に経営者の能力次第なので、皆さんがね、勉強して社長に財務経営能力を高める方法を教えてあげればいいと思います。そして強い会社にするために財務健全経営を行いましょうという話をよくしているんですけれども、これどういうことかというとですね、会社にお金を残す力を高めましょうっていうことです。これは単純に稼ぐ、つまり売り上げを上げるっていうことと結びつけてね、考えがちですけれども、そんな単純な話ではないです。財務健全経営っていうのは、現金を残す経営、自己資本比率、つまり内部留保を分厚くする経営、銀行を意識した経営を行っていきましょうということです。自己資本比率を高めるにはコツがあるんですよ。ただ儲けることだけ考えててもダメなんです。ちゃんとね、経営計画を立てて、5年後の BS がどうなっていればいいのかっていうところから逆算して、最終的にね、必要な売上を計算しなきゃいけないんで、売上を上げる方法ばっかり考えてたって財務は強くなりません。そんなこと言われても難しいって思うかもしれないんですけれども、安心してください。この動画シリーズで決算書のね、見方、使い方、経営計画の立て方、自己資本比率の高め方なんかも全てお話ししていきますから、チャンネル登録をして動画配信をお待ちいただければと思います。今日はね、最後に財務健全経営のための3ステップについてお話をして終わりにしたいと思います。まずステップ1、現状の把握です。過去のね、決算書をもとに自社の状況や社長の能力、資金の調達方法や運用方法なんかを徹底的に見直します。
そしてステップの2、現状の問題課題の抽出っていうのを行います。そして最後ステップ3で社長に変わってもらう、変革してもらうことによって現状を変えて未来を良くしていくという流れになります。我々はね、会社を良くするためのお手伝いはできますけれども、結局やるのは社長なんで、社長が変わらなければ何にも良くなりません。やる気のない社長とは付き合っても無駄だと思います。まずね、財務コンサルなんかの仕事を受ける際は社長の意思確認を最初にしておいた方がいいと思います。社長自身がね、経営を変える気があるのか、税理士や銀行などの付き合う人を変える気があるのか、保険を変える気があるのか、保険っていうのもね、ほぼ間違った入り方してますから、そこも正しくしてあげる必要があります。こういう覚悟がある社長であれば間違いなく良くなっていきますから、一緒にね、会社を良くしていきましょうという仕事が高単価でできるわけですね。ぜひ皆さんと一緒にね、そうやって業界を盛り上げていければというふうに思っていますので、これからもね、まだまだ財務や企業経営の話っていうのを続けていきますので、ぜひチャンネル登録をして次回以降の動画も楽しみにしていただければと思います。それでは本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。